ビューフォートはアメリカが州国サウスカロライナ州南部のビューフォート郡で最大の都市であり、同郡の郡庁所在地である。1711年に認証された都市であり、サウスカロライナ州ではチャールストンに次いで2番目に古い都市である。2010年国勢調査での人口は12,361人だった。ヒルトンヘッドアイランド、ブラフトンビューフォート大都市圏の主要都市である。 都市圏人口は2014年の推計で20万人を超えている。ビューフォートは、シー諸島とサウスカロライナローカントリーの中心にあるポートロイヤル島に位置している。その自然の景観の良さに加え、南北戦争以前の建築を保存することで、歴史的な性格を保持していることで著名である。市内にアメリカ海兵隊ビューフォート航空基地があることに加え、 アメリカ海兵隊の補給施設のあるパリス島やアメリカ海軍病院が近くにあることから軍事施設の多さでも知られている。ビューフォート市は新聞ニューヨークタイムズで取り上げられ雑誌サザン・リビングでは最良の南部の小さな町にアメリカンスタイルでは芸術の目的となる小都市25ケにナショナルジオグラフィック・アドベンチャーからは アドベンチャーの町ご充血に挙げられてきた。サウスカロライナ州のすぐ北に隣接するノースカロライナ州にも同じ綴りの町があるが、同町の発音はフォー,ートである。ビューフォート市の区割計画図、1863年2月にサウスカロライナ州の地区のためのアメリカ合衆国税金委員会が区割りを実施サウスカロライナローカントリーの地域は、 多くのヨーロッパ人探検の対象となってきており、植民地化の試みが失敗した後の1711年にイギリスが町を設立した。町は当初ゆるりと成長した。インディアン部族からの攻撃が多くあり、またスペインから侵略してくる脅威もあった。まず造船業の中心として栄え、後に植民地が奴隷制社会として設立された時は南北戦争まで、 ローカントリーのプランテーション経営の優れた中心となった。南北戦争が始まってから数ヶ月後、ポートロイヤルの戦いで、南軍が敗北した後で、ビューフォートは北軍に占領された。戦争の初期に占領したこともあって、街には逃亡した奴隷が逃げてきた。北軍は、奴隷の解放を宣言し、元奴隷に対する教育を始め、完全な自立の準備を始めた。 解放奴隷局は、レコンストラクション時代に、地元の黒人たちと協力した。戦後のビューフォートは、ン酸塩の採掘に依存していたが、1897年の破壊的なハリケーンと1907年の大火によって、町は大きく破壊され、経済的な苦しみを味わった。そのために、半世紀近くも町の成長を遅らせた。20世紀の後半、町は、 観光地となった。地域で軍事施設が増え、その関連分野による雇用によっても恩恵を受けた。地元の団体はビューフォートの歴史的な特性と重要な建築物の保存のために活動してきた。ビューフォート市内でアメリカ合衆国国家歴史登録財に指定されているものとしてビューフォート歴史地区アンカレジ、ウィリアム・バーンウェル邸バーンウェルがお帝。 ビューフォート国立墓地、ジョン・エイ・カスバート邸、リトルトン・トリデ遺跡、ハンティング島州立公園灯台、ローレル・アン・プランテーション、マーシュランズ、シーコースト・パッキング社、シーサイド・プランテーション、ロバート・スモールズ邸、タビー・マンス、ジョン・マーク・ベルディア邸がある。ビューフォート市は、北緯32度25分55秒、整形80度41分22秒。 北緯32.43194度整形80.68944度32.43194マイナス80.68944に位置している。地域の大半はポートロイヤル島にあり、この島は内海のシーショ島にある。ポートロイヤル島には他にポートロイヤル町とビューフォート郡の未編入領域が入っている。ビューフォート側の対岸にあるレディス島の土地も併合した。 ビューフォートは、湿地の入り江の中にあり、アメリカ合衆国国勢調査局によれば、地域全面積は33.6平方マイルであり、このうち陸地27.6平方マイル、水域は6.0平方マイルで、水域率は17.80%である。リチャード・ブイウッツ記念鏡から見た、ビューフォート市中心がヨールドポイント地区の家屋群。 ビューフォートのイングランド人植民地として入植された名残が中心街すなわち歴史地区に見られる。地域のうち304エーカーがアメリカが州国国定歴史建造物に指定されている。中心街は外略ビューフォート側に突き出している半島部の上すべてと定義され、リボー道路の東にある。さらに細かく定義すれば5つの特徴ある歴史地区に分けられる。 すなわち中心街、ザ・ポイント、ザ・ブラフ、ジ・オールド・コモンズ、ノース・ウェスト・クオドラントである。20世紀に地域が拡大し、歴史地区の北と南の未開発領域だったところが新たに成長した。これは1940年代と1950年代に軍事関連施設が増えたことに起因しており、新しい軍人やその家族が地域に入ってきたことで人口が倍増した。 この地域が市域と一体となり、住宅の多くがここにあることになっている。ピジョンポイントとヒギンソンビル地区が中心街のすぐ北にあり、ビューフォート国立墓地の周りに建設された。ここには、ピジョンポイントコミュニティパークとバジルグリーンレクリエーション施設という二つの大きな私立公園がある。ピジョンポイントは小さな家屋や20世紀初期のほとんど平屋の建物があり、 近年は開発を更新する動きがあり、多くの家屋が改築あるいは改装された。ヒニンソンビルはノースウェストクオドラント地区に似た性格があり、通りの名は南北戦争の時代に有名になった奴隷制度廃止運動家の名前から取られている。ウェストエンドとデポ地区はリボー道路の西、バウンダリー通りの南、高架カレッジローカントリーキャンパスの北にある。 これらは近年再開発されている。元ビューフォート鉄道駅の周りにあり、ピジョンポイント地域に似た性格があり、住民のかなりのものが群族である。スパニッシュポイント地区は、中心街とモシシーオークスの間にあり、高架カレッジローカントリーキャンパスとビューフォート記念病院の周辺に固まっていると、みなされている。この地域にはいくつか大きな住宅街が見られる。 バッテリークリーク地区のモシーオークス、ロイヤルオークス、第一大通り、コテージファームズが、市の南側住宅地を形成し、高架カレッジローカントリーキャンパスと、ビューフォート記念病院の南とみなされている。住宅地に加えて、いくらかの商業地区もあり、住宅地は、独立した家屋から、広さ0.5エーカーの宅地のものまである。レディス島の一部が、 ビューフォートに併合されたが、市が、島全体に、司法権を持っているわけではない。法人化された地域の大半は、大型の住宅地である。ビューフォート高校とビューフォート軍空港がこの島にある。バウンダリー通り、ロバートスモールズパークウェイ、リボー道路に沿った昔の町の端部であった地域が、現在は、ビューフォートの主要な商業回廊となっている。 いくつかの大きなショッピングセンターと飲食店がその3つの地域にある。リボ道路沿いにはそれ以外にビューフォート記念病院の周りに多くの院が固まっている。バウンダリー通りとロバートスモールズパークウェイ沿いには宿泊施設や自動車ディーラーなどの企業がある。2008年に市が認めた再開発計画に従い目的税による資金手当により バウンダリー通りはその外観を変えることが予測されている。アップタウンビューフォートはバウンダリー通り沿いの一連の商業施設のことであり、ピジョンポイント地区から歴史地区を分けている。アップタウンは地区として正式には見なされておらず、商売人たちは米通りに固まる中心街商業地区から分かれた市場と商業地域という特徴を持たせてきている。 ビューフォートタウンセンターは、バウンダリー通りの歴史地区とピジョンポイントより西にある一連の開発に与えられた言葉である。ビューフォート軍政府ビルとビューフォート市政府建設現場の近くに固まっている。この地域の多くは単一の開発業者の所有であり、ビューフォートの商業資産と管理資産の多くが、この地域に移転してきた。アメリカ海兵隊ビューフォート航空基地は1990年代に、 市内に併合され、地域は北の未編入のシーブルック近くまで拡張された。航空基地より北にある大規模な住宅地を併合しようという試みがあったが、市内に昔から住む住民や環境問題について訴える団体から抗議によって潰されてきた。ビューフォートではいくつか定期観光物が発行されている。日韓のビューフォートがゼットは町で最古かつ、 発行部数の多い新聞であり、ブラフトンを本拠とする、アイランドパケットとは、姉妹誌である。週刊誌は2誌ある。G、アイランドニュースと各州の、ローカントリーウィークリーである。オンラインのみの新聞も4誌ある。ビューフォート、オンラインドットコム、イーストスリーププレイビューフォートドットコム、デジタルビューフォート、ビューフォートトリビューンである。ビューフォートを拠点に、 オリジナルの番組を放送あるいは他局の番組を中継するラジオ局が数局ある。その一つがワグップ8 8 7ヘルツ FM 局のザライトである。市外の例えばパリストにもラジオ局がある。テレビ局は公共放送サービスの系列である WJWJTV がある。テレビ市場ではサバンナ指定市場に入り、 またチャールストーンからの放送も受信できている。ビューフォートに長く住んでいる作家パッド・コンロイのいくつかの小説ではビューフォートが舞台になるかそのヒントを与えている。映画では1983年の再会の時、1991年のサウスキャロライナ愛と強くの彼方、1979年のザグレート・サンティーニ、1994年の フォレストガンプ、一期一会1995年の愛に迷った時、1997年の g i j ンがビューフォートで撮影された。カナダ人作家ローレンスヒルの小説、ザブック・オブ・ニーグロスは、レディス島、奴隷貿易、アメリカ独立戦争が題材になった。独立戦争後に、イギリス人によってマンハッタンから脱出する黒人奴隷を扱っており、 イギリス軍に加わる奴隷に自由を約束したものだった。イギリスは3000人以上の解放奴隷をノバスコシア州に送って入植させ、彼らはブラックロイヤリストとなった。イングランドやカリブ海に連れて行かれた者たちもいた。ザブック・オブ・ニーグロスはカナダに連れて行かれた解放奴隷の名前と羊を記録するものである。ビューフォートのエビ祭り、ヘンリー・チェンバース・ウォーター・フロント公園で、 毎年開催される行事の一つ、ビューフォートはその歴史で知られるロマンチックで人気ある観光地となっている。主要な祭りと芸術関連行事としては、7月半ばに2週間華やかに開催されるホームウォーター祭や10月第1週末に地元の伝統ある産業を祝うエビ祭りがある。2007年のエビ祭りは南東観光協会の行事20欠の一つに選ばれた。 ビューフォート国際映画祭は毎年2月半ばに大統領の日の週末を挟んで独立系映画を対象に開催されている。メインストリートビューフォートが開催するテイストオブビューフォートは5月第1土曜日に開催され地元の20のレストラン、ワイン、ライブ音楽が出される。ヒストリックビューフォート財団の秋の家屋ツアーとセントヘレナの春の家屋ツアーはザポイントや 地元プランテーションにある南北戦争以前の家屋を回るツアーである。2010年10月に開館したカズー博物館はカズービーカズーズ工場内にあり楽器のカズーを展示している。ハンティング島は大西洋に面しておりサウスカロライナ州の中でも最も訪問客の多い州立公園である。セントヘレナ教区協会のセントービューフォートは アメリカの最良の芸術長と言われることがある。例えば2008年にアメリカンスタイルマガジンによって芸術の地となるショート市の第14位に挙げられた。作家はジョン・ビラには2005年に出版した著書アメリカの芸術帳百選ギャラリー、博物館、祭り、宿と食事の中にビューフォートを挙げた。20件近いギャラリーが市内に運営され、 地元住民数百人が芸術シーンに参加している。サウスカロライナ大学ビューフォート校は芸能センターを持っており、地域や全国の劇団を誘致している。ビューフォート、ポートロイヤル、シー諸島の芸術委員会はアーツセンターを通じて芸術を奨励している。このビューフォートタウンセンターにある広さ12000、平方フィートのコミュニティ芸術センター、 劇場、ギャラリーには、アーティストのスタジオ、ストリングスシングズ音楽ショップ、ワークショップの空間、教室、会議室もあり、放課後のプログラムもある。芸術委員会は、オリジナルな劇の公演、コミュニティ芸術補助金、さらには、軍全体にわたる芸術行事を通じて、芸術を奨励している。ビューフォート軍のレクリエーション部を通じて、一年中、 若者や自治体間の運動行事が行われている。団体競技では、フットボール、バスケットボール、野球、ソフトボール、サッカー、さらにチアリーディングもある。テニスコート、遊戯場、野球場などいくつか、レクリエーション施設が市内の周辺地域にある。地域では、水上スポーツにも優れた機会を提供している。2008年2月、フィールドストリームマガジンが、 アメリカの釣りの街20欠の一つにビューフォートを挙げた。これはコスト、アトラクション、気晴らし、季節、釣りそのものの要素を評価した記事だった。ナショナルジオグラフィックアドベンチャーからはアドベンチャーの街50欠とウォーターフロントアドベンチャーの街第7位に挙げていた。市内には多くのキリスト教会派があり、中心街や地域全体にいくつかの教会がある。 中心街2712年に設立されたセントヘルナ教区教会は市内最古のものである。その他注目すべき門としてビューフォートバプテスト教会、タバナクルバプテスト教会、カートレット通り、ユナイテッドメソジスト教会、第一長老派教会、及び新しく形成された第一スコット長老派教会 PCA、末日聖徒イエスキリスト教会、 第一アフリカンバプテスト教会、セントピーターカトリック教会があり、すべて長い歴史と優れた建築物がある。ユダヤ教のベスイスラエルコングリゲーションも中心外にあり、ビューフォートアーセナルと博物館に隣接している。ユダヤ人は18世紀以来ビューフォートとチャールストンに住んできた。市内にある歴史的な教会の集まりに加えて、アメリカ正教会の伝道を行う。 セント・ジェイムズ聖教会は、18世紀にロシアからアメリカに渡ってきたキリスト教伝道の流れを組むものである。ビューフォートのバイローテン、ビューフォートの近くには、ヒルトンヘッドアイランドやブラフトンなど、急速に成長している地域があり、また、ジョージア州のサバンナ市、サバンナ、ヒルトンヘッド国際空港、さらに将来サバンナ側に建設予定のコンテナ港へのアクセスが良いこともあって、 ビューフォートは住宅と事業の発展機会のための選択肢として望まれるものになっている。経済活動についてはいくつか地理的な地域がある。中心街は商業の歴史的な中心であり、現在は観光客に志向するものである。日々のサービス業の多くはバウンダリー通り回廊、ロバートスモールズパークウェイ回廊あるいはレディス島方面に移転してきた。 市内の北西部、バウンダリー通りとロバートスモールズパークウェイの交差点付近には限定的な産業用途の地域がある。ビューフォートで最大の経済分野は町の周辺に軍隊がいることである。20世紀の後半には農業や水産業にとって変わって軍隊の基地が直接間接に数千人を雇用し地元経済の多額の金を落とした。その結果、同様な 大きさの町に比べて経済不況の影響が小さかった。観光業と接客業も地域の魅力ある位置づけと歴史や文化との結びつきによって大きな経済部門になっている。毎年ビューフォート市とビューフォート市群北部の新諸島には200万人近い観光客が訪れている。春と秋が観光客の多いシーズンである。余暇を過ごすのはゴルフ、 ビーチでの休暇、歴史、水上スポーツ、地元の芸術と工作である。その結果、中心街にある大規模なベッドブレックファストからバウンダリー通り沿いにある標準的なモーテルや宿屋などの宿泊施設も多い。市内には飲食店も多く、地元住民や観光客に対応している。その他で雇用数が多いのは農業、水産業、地方政府。 小売業である。以下は2010年の国勢調査による人口統計データである。ビューフォート市は推計人口7万人に近い、市と周辺の町、未編入の領域の都市化された集まりの中心であり、その中にはポートロイヤル町、バートン、レデ,ディス島、シェルポイント、ローレルベイ、パリストが含まれる。ビューフォート市はさらに大きなヒルトンヘッドアイランド、 ブラフトンビューフォート大都市圏の主要都市である。これにはビューフォート軍とジャスパー軍が含まれ、2014年の推計で20万人を超えている。ビューフォート市はサウスカロライナ州州ストム長官によって市に分類されている。市は市政委員会市マネジャー方式の政府を採用し、委員会は5人の委員で構成される。現市長はビリー・キーサリングであり、 現任期は2016年までである。委員は4年任期であり、2年ごとに半数が改選される。市政の日々の管理は、市マネージャーと市のスタッフが扱っている。2007年10月、住民投票によって、バウンダリー通りトリボー道路の交差点に、新しい市役所ビル2棟を建て、古くなった施設に置き換えるために、1500万ドルの再建を承認した。 2008年、新しい警察署と裁判所が開設された。新しい主役署が、そのすぐ後で、オープンになった。ビューフォート市は、その他市内にある施設を所有、または賃貸し、警察、消防、公園、企画など、政府機能を果たしている。上下水道、ゴミ収集、リサイクル、警官保持は、地元企業にアウトソーシングされている。 最近の傾向として、町や地域の企画は隣接する、司法権範囲の町との政府間協業を密接に行っている。ビューフォートとポートロイアル町は合同企画委員会のメンバーを指名し、双方にある問題を審問している。どちらもビューフォート軍と地域の企画面で協業することに興味を表明している。幼稚園児から12年生まで公共教育は、 ビューフォート郡教育学区が管轄している。この学区は1860年代に設立され、1970年には合法的に人種差別撤廃を完成させた。市内や周辺地域には私立学校もいくつかある。市内の児童生徒は以下の公立あるいは私立の学校に通っている。市内にはサウスカロライナ大学ビューフォート校、ノースキャンパスと 高架カレジローカントリー以降、メインキャンパスがある。また、クレムゾン大学も市内で文工を運営しており、生態学と農学を教えている。ビューフォート地域には70近いアメリカ合衆国国家、歴史登録財に指定される場所があり、中心街は歴史地区に指定されている。ベードリー9にあるジョン・マーク定は市内で一年中公開されている国家、 歴史登録材の唯一の家屋である。中心街にはビューフォート軍図書館があり、市内と軍北部の住人に多用している。さらに軍内には他に4つの図書館支所がある。サウスカロライナ大学ビューフォート校にも大学図書館がある。元ビューフォートカレッジの建物を使っている。以下の道路はビューフォートの中で重要な交通リンクとなっている。以下の道路は ビューフォート市内を通ってはいないが、市内に通じる重要道につながり、ハリケーン対比の場合も使われる。地方公共交通とダイヤルアライドのサービスが、ローカントリー地域交通局が運営する地域、交通局であるパルメットブリーズによって提供されている。その他の交通機関として以下のものがある。沿岸内水路の中でビューフォートは最大級に人気のある港である。 上下水道は地域ユーティリティ機関であるビューフォート・ジャスパー上下水道局が運営している。ゴミ収集とリサイクルはウェイストプロが運営しビューフォート・ジャスパー上下水道局が資金を出している。サウスカロライナ電気、ガス社が電力を送っている。電話、ケーブルテレビなどはチャーター、ハーグレイ、センチュリーリンクが提供している。トム・ベレンジャー。ありがとうございます。